えー、今日は久しぶりに木村正彦先生のこぼれ話として、あの、木村正彦がなぜ力道山を殺さなかったのかの取材時のこぼれ話、エピソードを、えー、お話します。この写真を見て左側の方ですが、誰かわかるという柔道関係者は少ないかなと思いますが、早稲田の先生をしておられました、久保田実先生ですね。えー、久保田 登ると書いて、登山の都と書いて、実ると読みます。僕らが高校ぐらいの時はまだボディビル系の、ウエイト系の雑誌というと、月間ボディビルディングというものしかなかったんですけども、えー、その頃に僕、まあ、高校1年の時にアルバイトして、ベンチ台とバーベル、ダンベルを揃えて家でウエイトトレーニングを始めましたけども、その頃もう本当に技術書っていうと、久保田先生のものぐらいしか、 田舎の本いでは手に入らなかったですね。都会行ってもなかったんじゃないかな。それぐらい、あの、ボディビルとかウエットトレーニングっていうのはまだ普及してませんでしたね。機材に関しても変えるところっていうのはもう本当に限られてましたよね。だから今、YouTube なんかでもフィジークとか、えー、ボディビルより体作りの方にね、もう少し軽めの 傾いた、そういう競技があったりする、いろんなチャンネルがあるのを羨ましいなと思って見てますけども、僕たちの頃は本当にスポーツのね、柔道とか、えー、そういう格闘系の人たちがスポーツの補助トレーニングとしてやってるような感じでした。その時に久保田先生の本を購入して、えー、勉強したのを覚えてます。久保田先生はね、100冊ぐらいあの著書をものしてるという話を直接ご本人から聞きました。 僕はあの木村正彦先生の電気で木村正彦はなぜ力道山をの,の電気でですね久保田先生が登場するシーンが一箇所あるんですけどもそれは大山正先生のいうかショーですあそこでなぜ登場するかというと久保田先生にお話を聞くと当時はね戦後すぐっていうのはまだいろんなものが分化してなかったとボクシングそれから格闘技 ボディービルっていうのが、まあ、同じように混交していてですねボクシングジムなんかが器具を揃えてベンチをできたりとかボクシングやる人は腕相撲もやりトレーニングもやるみたいな体作りとしてのねイメージがあったというお話をしてましたそれは後々ね、えー、力道山道場っていうのはあのプロレスでできてその時もたまたま覗いたらしいんですけどその時に、えー、力道山道場のレスラーたちがベンチプレスをやっててそこで え、え、まあ、飛び込みで参加して、あの、レスラーたちを、その、重量でね、少し驚かせたっていうような話をされてました。そのエピソードについてはまたいずれお話ししますけども、今日話したいのはこの、木村正彦先生との比較ですね。比較っていうのはなぜそういう発想が出てくるかと言いますとですね、僕は大山雅達先生とか、まあ、木村先生たちとの交流をね、久保田先生というのは日本の戦後のトレーニング会、 ボディービル会の祖ですから、いろんな人と関わりがあったんでね、3、4回お聞きしたんですが、その時におっしゃってたのがですね、実は牛島達隈先生に会ったらしいんですね。早稲田の柔道場だったかな、どこかで、一、えー、人で、まあ、練習時間じゃなかったんですね、レスリング道場だったか柔道場だったか忘れましたけども、おそらくバーベル部みたいなのは、まだない時代ですよね。一人で、他の人たちがね、昼間授業やってる時なんでしょう。 え、バーベル持って、バーベルカールをやってたらしいんですよ。そしたら、そこをですね、通りかかったごつい感じの、ひげを生やした怖い目つきの、えー、老人とは言ってなかったと思いますが、壮年とおっしゃってましたね。壮年の方が、何をやってんのかね、ということで、まあ、ボディービルをやってると、えー、そういう話をちょっとしてたら、実は自分はその牛島達熊という柔道家だということをおっしゃってですね、 それで私の弟子に木村正彦というのがいるけれども知ってるかと。で、あ、まあ、あの、存じ上げてますと、日本一の,あの木村正彦先生ですね、と。その時に、君は木村正彦の体型にそっくりだっていうことをおっしゃったらしいんですね。久保田先生は嬉しかったらしいんですけれども、そのボリューム感っていうかね、えー、木村先生、河原で立ってる、ちょっとカットがおそらくすごい、あの、追い込み気だったと思うんですよ。カットのすごくキレのある、 時の写真はまあ、粗いものですけど残ってますけれども少しボリューミーなね、えー、おふきの体おそらくこれ久保田先生のこんなような感じだったんじゃないかなと大腿四頭筋から、えー、大臀筋それから上腕、えー、それから肩ですね三角筋前腕牛島先生はそう言ったんですからまあおそらくそうだと思います牛島先生というとね当時 これは、戦中ですね。中国大陸行って、中国相撲、シュワイジャーをですね、チャンピオンと戦った時の衣装というんですか、道義を着た写真です。戦った時の写真ですね。こちらは、もう現役ではないでしょうが、まあ、引退されて木村先生にお会いしたぐらいの、スカウトに行った時ぐらいの写真だと思いますが、非常にやっぱり、精悍な顔つきされてますね。で、こちらはまあ、終戦間際、 石原幹事将軍向かって左側ですね右側の和装の髭を生やした方が牛島辰隈先生です牛島先生はね、まあ、あの本に木村正彦はなぜに書いたように思想家としての顔を持って石原幹事将軍とともに 共にって言ったらあれだけども、BGM というかバックグラウンドというか、そういう形で、えー、バックにいましたけれども、東条秀樹を暗殺して戦争を止めようとした。それで逮捕されるんですけども、えー、石島原寛治将軍の東亜連盟思想にですね、共鳴して、指、え、示、ー、されて一緒に映ってますが、これよりちょっと後ですね、戦後の えー、早稲田大学で久保田実先生と会って、君は木村正彦の体格にそっくりだなとおっしゃったということです。だから、まあ、この道着を着た木村先生の写真を見ると、まあ、確かにこれ脱いだら同じようなボリュームかなという感じですよね。もちろん、ビルダーと柔道家ですから違う筋肉のつき方はしてるでしょうけども、ボリューム感としてはおそらくこんな感じだったのかなという、非常に貴重な証言ですので、ここで。 ご紹介しましたえ。まあ戦後のね、日本のボディビル界の外言うと、久保田先生ですけども、日本のボディビル界の外言いますと、もちろんこの方ですね、さらにその前の世代、戦前の世代、えー、若き竹丸先生です。大変有名な方ですけども、当時、えー、まだベンチがない時に寝差しといって、地面に寝てバーベル上げるプレスですね、とか、まあいろんなものを研究されて、独自の トレーニングををしててこの体を作りり上げております大変、まあ、いろんなエピソードがあー豊富な有名な先生ですよね、戦前。で、この先生が表した、書いたあの有名な本に若き竹丸先生の「怪力法並びに肉体改造・体力増進法」、ちょっと長いですけどね、怪力法並びに肉体改造・体力増進法、そういう,う題名の技術書があります。 この技術書っていうのは何度か復刻もされてるんでね、今でも手に入ると思います。マニアの方、ぜひ手に入れてください。で、なぜこれをですね、紹介するのかと言いますと、久保田先生っていうのはまあ、最初どんな形、いろんなものを書き始めたかというと、き僕が聞いたのはえ、戦後ですね、GHQ の人たちの中で、まあ、読んだ雑誌とかを古本屋に売ったりして、闇市みたいなところでね、アメリカの雑誌が古本としてね、いろんなものが並んでたと。 で、そこを回っては、向こうのトレーニング系のもの、スポーツ系のもの、そういった雑誌を手に入れて、自分でコツ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 こう辞書を手に読んでいたと。それで向こうのその最新のトレーニングを覚えていったということをおっしゃってました。うん、その頃とか、まあ、戦前から戦中を通して、えー、日本で有名だった若き竹丸先生、この人はもう、えー、大山増田先生とか、西島先生や木村先生とも、 固有があった方ですけれども日本のトレーニング、ボディービル会のその方です。で、この夢の本を表してますが、実はこの題名にはね、元題がありまして、友人サンドというボディービルダーですけども、彼がこう、ストレングス &how to o オブテ i n it ですね。まさにそのままですよね。代わり強とそれをどうやって手に入れるかという題名の。これは世界的なベストセラーになった。 1897年の著作ですけれども、世界で初めてのボディービルトレーニングの技術書です。もちろん、自重でやったり、まあ、昔でも石を持ち上げたりしてやってた人はいるでしょうから、そういうのを弟子に教えたりっていうのはあったでしょうけど、書籍として、技術書としてまとめられたものとしては、これが初めてでした。で、世界的なベストセラーになります。で、これに触発されて書いたのが、若き竹丸先生の、カーリキ表並びに、 うんぬんというこの本なんですね。これに似た題名で、また久保田みど先生も新しい本を後々書かれてるんでね。三代にわたって同じような、まあこの題名のインパクトの強さっていうのもあってですね。この題名を継いだんでしょうけれども、そういう本があります。で、友人三道のですね、初版本を久保田みど先生は4冊持ってるとおっしゃったんですよ。それでですね、久保田先生もまあ、 早稲田の先生をされながら、と自分のねあの専門、ご専門であるボディビルトレーニングのね、本をいろいろ集めて、西洋のものをいろんな資料を集めていろんなことを書く、えー、研究であり、自分の生涯のお仕事であったわけですけども、僕もやっぱり書き手ですから、ノンフィクション木村正彦の先生のものを書いたり、他にもいろんなものを書いたりしてましたし、今もしてますので、書き手としてですね、こういう貴重な資料っていうのは、 ものすごく喉から手が出るほど欲しいんですね。それで、一冊くださいと、その時、不謹慎な言葉が出そうなぐらい、えー、それぐらい、あのー、貴重な本です。それで、貸してほしいと、コピー取ろうと思ってですね、貸してほしいと言ったら、いや、っていう話をちょっと、あの、されてですね、確かにね、僕も、<laughs> いろんな方に貸してほしいと言われて、あの、古いね、あのー、資料を貸して、 あまり帰ってこないこと、別に相手に悪気があるわけじゃないですけども、みんな忙しくてですね、わーってこういろんな仕事を、えー、一冊の本書き上げるというのは、ものすごい集中力が必要ですからね、他のことは分からなくなっちゃうぐらい集中しても、いう感じで書き上げますので、忘れちゃうんですね、返す機会を。失っしちゃうことがあるんで、僕も帰ってこなかったことが何度かありまして、で、僕もいろんな方に借りたり、今、まあ、貸したりという、そういうことがあってですね、 えー、貸してほしいと、えー、コピーを取りたいって言ったらいやコピーはですねやっぱり貸してコピーを取らせたら昔の本ですからね特に今の本でもそうなるんですけれども、えー、想定がですね崩れてしまって剥がれてしまって本がバラバラになっちゃったとそうなってしまうのでねみたいな話をしされてたのを覚えてますあのー、皆さんは出来上がった本をねいろんな あの、書き手のいろんな本を出来上がった本を見て、参考資料として上がっているものとしてこういうものを見るかと思いますが、書く段階において、僕も木村雅彦先生の本を書く上でですね、ものすごくいろんな柔道系のそういう資料を貸していただいたり、情報をいただいたり、それから実はプロレス系のね、ライターの方々からも大変ご協力をいただいて、資料を貸してもらったりとかですね、 提供いただいたりとか協力をしていただきましてですねそういうことがあのいろいろあってあの本が完成したのでここでプロレス関係のライターの方々にもお礼を言いたいと思いますまあ今日紹介したかったのはその書き手たちライターたちの水面下でのね水面下じゃないな舞台裏でですね資料のね貸し借りとかそれからどういうものを持ってるかっていうのをね お互いね、いや、国会図書館にこういうのがあったよと。いや、その検索では出てこないんだ。この検索だと出てくるんだよとか。おいや、そう一文庫にこういうのがありましたよ。あるいは、どこどこへ取材に行ったらこんなこと言ってましたよ。あ、誰々先生の連絡先教えてくれますかみたいな感じで、いろんなこうやりとりがあって、いろんな本が出来上がったりしています。そういうことを知った上で、著作をね、読んでいただけるとまた違う楽しみ方もあるかなと思います。えー、今日は 木村正彦こぼれ話という連載の一つですけれども、そういった書き手同士のね、交流というか、せめぎ合いというか、裏話をさせていただきました。また、木村正彦こぼれ話の連,連載も少しずつ出していきたいと思っています。よろしくお願いします。